です。今日は初登場となる女性ゲストを招きます。練習してるんで行きましょう。おはようございます。はじめまして。じゃあ井上梨花ちゃんです。よろしくお願いします。まあ後で紹介するんでまず練習をね、はい、ちょっと見たいと思います。嬉しい。全然実物の方がめっちゃ可愛いの。それ超嬉しいです。なんか最近写真結構漏れるじゃないですか。だからなんかやっぱりそういう方が良くなっちゃってるかなって思ってた。いや。右に行く。今日右ですか？右かもしれない。右の日。今日はカレドニアンゴルフクラブにやってきました。うちゆるゆるなんで。あ、そうなんですか。わかりました。ゆるい方がやりやすいです。急に始まるっていう。確かに。今日はですね、インスタグラムでよく見ていた井上梨花ちゃんをスカウトしまして、はい、急遽出演していただくことになりました。よろしくお願いします。なんかいろいろ情報を調べてたんですね。はい。うちに出てる。リサちゃんも知り合いだということ、うん、結構みんな知ってますね。しかもリサさんは私が多分18ぐらいの時から知ってます、うん、ね。同じ出身地なんですね。そうですそうです。もうなんだみんな知ってたんだっていう流れだったんですけれどもはい、今日はですね得意クラブだったり、はい、ゴルフ歴だったり、まあ、いろいろ聞いていきたいと思いますので、はい、ラウンドしながら、はい、よろしくお願いします。で今日はですねこのゴルフ場なんとグリーンのスピードが12フィートね。すごい12フィート、ね、なかなかないですよね。ない全然。だから、ね、いつも仕上がってるんですよ。いつ来ても13とか。そう、今日初めてなんですよ。カレドニアね。そう、それもびっくり。まさかの。しかも絶対来てるでしょって思ってた。難しいって聞いてます。なんかうねってうねってる、うんうん、特にグリーンがなんでコースもね楽しんでもらえたらなと思います、うん、はい、よろしくお願いします。お願いします。このぐらいの距離感でだいたい回していきます、はい、やっぱり右だ。今日右の日って言ってたのが的中してた。あ、でも大丈夫そう。ですね、はい、初登場ということで、うん、朝めっちゃ早くからお疲れ様です。早い、なかなかスタートだね。でも早い人っていうのがいいですよね。いいですか。いいです。早い方が混まないし。そうそうそう、時間が有意義に使えるから。遅いゴルフはもう一日中かかっちゃうの、うんうん、ゴルフ歴はどれぐらいになりますか。15年。はい。ってことは今25歳だから10歳からやってます。中学校ぐらいから毎日割とやってます。40ヤードを8番に打ちます。やった惜しい、入りそうだった。
いきなり、はい、いきなり見せてもらいましたが、初出場チップインイーグル来るんじゃないかっていうやばい展開でした。完璧だった。あ、はい、良かったですよ、今結構、おはようバーディー入るかもですね。早そう、確かに早そう。下からもいい感じ。ねえ、ナイスバーディー。ありがとうございます。ナイスだ。おはようございます。おはようございます、ね、完全に目が覚めた。目が覚めた。よかった、右曲がったのはどうなるかな。これ大丈夫ですか。大丈夫です。今セカンドは何で打ったの。8で打ちました。8で打って、はい、まあいい感じに打ったらもう乗ってたもんね。そうですね。一筋違ったら本当入ってた。いや、入れたかった。入れたかった。リカちゃんのベストスコアはいくつですか。ベストは65です。65、はい、なんかやっぱ上手い人はみんなアンダーの数がおかしい、でもやっぱ割と60代前半の壁みたいなのがあって。ちなみにコースはどこだったんですか。コースは栃木のサンヒルズってとこです。一応試合で昔ってか、まあ、何バーディー、何バーディーになるんだ。セブンバーディーノーボギーでした。セブンバーディーノーボギー。前半が6バーディー30で、うんうん、そう、パターポコポコ入っちゃう感じで。そうですね、乗ったら入るみたいな。さすがです。でも60代前半だった。前半の壁がある。あります。もう最近みんな結構63歳出すから、うんうん、出してみたい。出してみたい。あんまないよね、この感じ。千葉でもあれですね、綺麗だよね。すごい綺麗じゃない。超綺麗です。今やばくない。すごい。写真撮りたいもん、ね、今やばい。紅葉してるから見て。そうだね、いいですね。これやば、これ今五光差してるのやばいよね。ユーティリティで行くんですか。はい、ちょっと当たるかも。なんか左足だね。うん、15です。ちょっと、まあまあ、でもすぐそこに刻めばよかった。あ、いや、インゴルフという YouTube、はい、知ってました。もちろん知ってます。本当ですか、はい、知ってました。知ってますよ、みんな出てるし。あ、インスタも見てますし。そう、もちろん知ってました。なんかこうどう説明しようかなと思ったんだけど。わかります。知っててよかったです。でも結構今、うん、視聴率が結構いいって聞きました。視聴率って何か視聴するなんか人数みたいなのがあって、チャンネル登録っていうのがあって、結構それが増えてきたんで、ね、すごい。でももう2年ぐらいやってます ね、 そうですね。
さすがに。さすがに上か。おごりが強い。ナイスパー。ボギー。あ、バンカー。顎か。顎があって。年間だいたいどれぐらいラウンドされますか？今年はちょっと少なくて、前半、上半期が、数えてないんですけど、でも150から、え、少ない、150、あ、分かんないです、多分ぐらい。今月は多くて、今月は20ラウンドぐらい、今今月11月ですよね、とか先月もそのくらいで、1月2月が10ラウンドしてないぐらいとかだったから、月平均が10から15、みんなやってる時はやっぱそれぐらい、そうですね、行ってる感じだもんね、150ぐらい、多い時はやっぱ20何日とかラウンドしてる時あるから。好きなゴルフ場はどこですか？好きなゴルフ場は、私あの北海道のゴルフ場がめっちゃ好きで、小樽カントリーが一番好きかな。名門ですね、行ったことないけど。なんかみんなにすごくいいってよく聞きます。めっちゃいいです。あの、そう。何がいいんですか？なんか、コースのセッティングを、まあ試合、なんかニトリレディスとかって出た時もあったんですけど、普段行ってもいつでもセッティング超綺麗なんですよ。グリーン早いし、あと芝とか。もうディポットとか、なんか雑草ない感じですよね。そうですね。なんか全部が綺麗な緑で。すっごい閑散としてて、すごい静かな空気感、なんか。が好き、綺麗です。関東だとどこだろう、スミレとか紫。ああ、行ったことない。本当ですか？あやめしか。ああ。隣、あやめがないかも。逆にスミレか。スミレね、スミレもおすすめらしいです。富士桜とか。ああ、だから似てますね。え、そうかもしれないです。富士桜と多分小樽とか。そうですね、その北海道系って。ちょっと洋芝で、うん、静かっぽくていうか、なんかもうなんていう、マイナスイオンたくさんだから。あ、そうかもしれない。そうかも。ナイスー。すごいマウンドで聞いた。あ、出てきた、来ました。あ、本当だ、ちょっと左。もう一番手で小さくても余裕で届きそう。飛ばないと全部嫌な感じ。確かに手前怖く見えます。リカちゃんのこといろいろね調べるためにインスタを振り返ってたら、はいはい、スピードゴルフ出てました。あ、出ました。ねえ、足も速いの？足は、あの学生の頃は結構速かったです。でもなんかあんまり大人になって全力疾走って、まあ、トレーニングではするけど少ないから、どうでした？スピードゴルフやってみて。あの去年はなんか思ったより、まあ、分かんないからペースとかも分かんないじゃないですか、ハーフやったんですけど、もういいペースで走っちゃって、あ、で頑張りすぎだった。最初にでそのまま最後まで行っちゃって、もうなんかやたらめっちゃ速くてでも超しんどかったです。打って走る、打って走る、はい、打って走るコース。で息切れするから、でなんかこうフェイスがちょっと安定しないんですよ。わかります？なんか嘘気味だったか、だから結構それは難しかったですけど。じゃあ結構ペースも守って息切れしないぐらいな感じで、そうです、ね、走っていくぐらいでもよかったって。そう。え、じゃあ結構記録出ちゃった感じですか？もう結構なんかめっちゃダントツで優勝みたいな感じで、まあ、番組だったんで、まあ、ダントツ優勝。まあそうだよね、ゴルフ上手くて足速かったらもう何にもでもちょうど一昨日今年のやつの収録してきたんですよ。あ、本当に？そう。へえ。でも今年は全部チーム戦だったから。あ、個人戦じゃないんですか？そうなんです。へえ。止まった。ない、止まって、止まれ。あ、ナイスです。でも確かにいつもの体の匂いよりまだ遅いから。あ、そうなんですね。スーって感じいっちゃうから。そのうちは湿ってるね。
やったー、ナイストライ。強いな。めっちゃ噛むから気にしないで。あ、わかりました。ここのまでがシャープ1っていう、うちらの YouTube の区切りになります。あ、そうなんですね。ここでリカちゃんの簡単なプロフィールの紹介は終わりたいと思います。はい。どう、緊張とかない？全然。いつですか？え、あ、今日も、あ、はい、緊張はないよね。もう慣れてるもんね。そうです、ね、オルフバンドもそれなりにいっぱい出てるし、うん、割と全然慣れてます。曲がってる。てかピンポジむずいね。ピンポジやばいね。ピンポジやばい。ピンポジやばいし。さっきもそっちじゃなくてこっちもありますよみたいな。そうそうそう。